あさんこんにちは、是非こでそれでは今回なんですけども、メルペイでお得な20%還元、200ポイント還元クーポンなどということで、まあ、前回あったメルペイキャンペーンからまだまだメルペイにはお得なキャンペーンがありましたので、まあそちらについてお伝えしていこうと思います。 まあ今回は大きくかけて3つですね。まず1つ目は、ウェルシア薬局の20%ポイント還元ですね。期間は8月の12日から9月の11日まで、上限は300ポイントまでなので、まあ、1500円をメルペイで使ったら上限に達しますね。そして注意書きにも出てるんですけども、対象外のお店もあるので、こちら必ずチェックしてください。で、翌日にメルペイにポイント還元がされるということですね。で、そしてウェルシア薬局といえば何といってもこれですよね。ウェルシアでは T ポイントが貯まる、そして使えるということで、毎週月曜日は T ポイントが2倍なので期間中の月曜日は8月の19日26日そして9月は2日と 9日日ななので、まあこのでででこを狙って使えばいい感じににメルルペイと T ポイントでダブルでお得になりますね次に二つ目ですね。二つ目は杉薬局の200ポイント還元ですね。こちらは期間は8月の12日から9月の2日までで、201以上のお買い物で200ポイントが還元されるということですね。で、杉薬局以外にも、ジャパンも対象店舗となっています。で、一部対象外の店舗もありますので、こちらも必ずチェックをしてください。そして翌日にメルペイにポイント還元ということですね。まあ、杉薬局に関して スギポイントというポイントサービスもあるので、まあ、こちらもメルペイのクーポンと一緒に使うと便利ですね、まあ、他にもドラッグストア関連ですが以前も動画にさせていただきましたけどもマツキヨの20%還元のクーポンも9月30日までが期限なのでこちらも忘れずにということですね そして最後3つ目なんですけども、散々僕の動画でも紹介しているセブンイレブンの3社合同キャンペーンということで、メルペイに関しては本人確認が必須。そして、毎週100円相当のポイントが101円以上使った場合、翌日にもらえて、まあそれが5週間あるということですね。そして、ID 決済やコード決済でも対応。ということで、まだ始まったばかりのキャンペーンなんですけども、まあこの暑い夏には飲み物を買ったりするのもいいキャンペーンだと思うので、まあセブンイレブンに行った際にはこのキャンペーンをぜひですね、 思いい出してみてみくださいということで、今回はメルペイのウェルシア薬局、杉薬局、ちょっとだけ松木を、そしてセブンイレブンの3社合同キャンペーンについてお伝えをさせていただきました。今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。